どうもカギアンです。今日はですね、自分をベストな状態に保つということについてお話ししたいと思います。こう何かに、えー、取り組む時とかですね、えー、なんかこう本番にこう挑む時とかですね、えー、そういう時にね、えー、必要なものっていうのが、えー、自分の実力、この実力があることっていうのもまあ重要ではあるんですけども、それよりも重要なことが自分のね、えー、心身の状態、心身ともに。 いい状態を作り出すっていうことが重要になってくると思います。このね、自分の状態が良い状態じゃないとですね、実力を発揮することができないんですね。だからあのー、その自分の良い状態、その心精神ですね、精神も体も良い状態を保つ。 っていうことをする必要があるというか、えー、するべきだとべきというか、まあ、そうすることによってですね、その本来の自分の力が発揮できる状態になるというふうに思います。そのためにですね、あのー、できることはするようにした方がいいかなというふうに思います。特にね、えー、そのストレスがかかりすぎてですね、自分の脳の状態がですね、あまりこう 疲れた状態、えー、し,んどいしんどくなっている状態だとですね、えー、ベストな、えー、パフォーマンスを発揮することっていうのは難しくなってくるように、えー、思いますんでね、えー、その自分の状態ですねそれをい、えー、いろいろこう 見て,い,ってです、ね、で良い状態を作り出すようにしていくっていうことを、えー、意識を向けることがこう大切じゃないかなというふうに思います。特にね僕は最近はそういうこと、えーまあ、内面もそうですし外面というかその体の部分で心の部分と体の部分つながってると思うんですけどもその内面体その両方をねしっかりと保つためのことをねこうしっかりしていくようにするっていうことを。えー 特にそのこことととが重要やなということを実感してますねだからそのためにこうベストを尽くしているまあ年齢的なことももしかしたらあるかもしれないですけどもあのー、やっぱりその気持ちをこうどういうんですかこの積極的にというかプラスで考えるっていうことだけではねなかなかそのベストな状態っていうのは作り出せないなっていうふうに思っております。その物理的にというかその あのー、まあいろいろとやることで やることというかその方法はあると思うんですけども、それをいろいろやっていってです試していって自分でいいなと思うものをこう作り出していって自分のね、えー、心身ともに、えー、いい状態を作り出すっていうことを、えー、心がけているというかそのためのこと行動というか、えー、活動をこうしっかりするように今していますね。そうすることによってですね、えー、結構毎、まあえー、いつもねいいパフォーマンスを発揮できるというふうに、えー、考えています。 ということで、えー、今日はですね、えー、自分を、えー、ベストな状態に保つということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。